はい、こんにちは。世界を楽園にする映画監督、増山玲奈です。本日はなんとスタジオが世界と中継がつながっておりまして、ロシアの映画芸術映画界で大活躍をされておられます、日本人俳優、日本人国際俳優の木下純介様に、ゲストにお越しいただいてます。木下さん、ありがとうございます。どうもどうも、こんにちは、木下純介です。モスクワからなんですけどね、今これモスクワっていうのがわからないので、実は隣の部屋かもしれないっていうね、はい、そんな疑惑も、まあ、よく言われるんですけど、まあ、モスクワからですね、はい、今ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、私も、ロシアの映画祭を開催したり、またアムール映画祭や、ナリチク国際映画祭で日本映画を紹介させていただいたりしてるんですが、実は全く勉強不足でして、モスクワやロシア全域でどういった映画があるのかということや、またその中で日本人の、俳優や監督の皆さんがどういった活動をされてきたのかということをまだまだ不勉強でして、今日この放送でぜひ木下さんのご活躍を通じてロシアの映画界の生なお話を聞けたら嬉しいなと思っております。いろいろ教えてください。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはい、あれですよね、アムール国際映画祭っていう、はい、アムールね、はい、私も私がモスクワでプロデューサーしたライカという、はい、映画の主演をしたクセーニャという女の子がね、はい、アムールの映画祭で2回ぐらい行ってるんですかね。で歌ったりとか、はい、あと僕の知り合いの女優さんもあそこでお芝居映画祭の時やったりとか。なるほど。去年だったらね、たくさん知り合いがいたんですけど、はい、増山さんに行かれたのは今年なんですよね。はい、セルゲイ・ノボジロフさんといいます、ロシア の, ゴッドキノ社の、社長でおられる映画プロデューサーのセルゲイさんが17年間アムール州政府の主催で地元で映画祭をやっているということはお聞きしていたんですけれども、お伺いしたのは、今年が初めてです。なるほど、なるほど。はい。で、セルゲイさんが、あれですよね、はい、日本でやられてるロシアの映画祭とかもやられてらっしゃるんですよね。はい、はい、そうなんです。セルゲイ・ノボジロフさん率いるロシア の, 映画人の皆様が、2017、2018、2019と今年で3年目になるんですけれども、東京に、撮れたてのロシア映画、最新映画を持ってきてくれていまして、それが東京の冬の楽しみとして、だんだん定着してまいりました、うん。セルゲイさんたちは、いいですよね、はい、結構ラインナップ見て、はい、巨匠の大作からこう、はい、今時の若者の尖った作品まで、はい、素晴らしいね、結構いいラインナップなんで、ぜひねみんな行ってほしいなと僕思ってますね。ありがとうございます。はい、大巨匠の監督の作品もございますし、またiPhone で撮った若手監督の作品もあるということで、うん、実験的な作品から定着した人気のある大御所監督俳優さんの作品からと、すごくバラエティに富んだラインナップになっていると思います、うん。はい、特に気になる作品って何かございますでしょうか。いやいや、僕の知り合いとかがメインで出てる作品はないんですけどね。ああ、そうですか。監督とかも、まあ偶然なんですけどね、はい。で、ロシアの世界ってすごく狭いので、はい、誰かしらはね出てたりするんですよね。だから多分名前は出てないんだけど、はい、まあ、誰か出てたりとか、僕は見てないものの中から中に出てたりする可能性もあって、はい、でもそれをね、実は俳優さんが自分の作品が日本に行ってるっていうのを知らなかったりするんですよ。あ、そうなんですか。2年前かな、はい、白夜っていう作品が同じ映画祭でかかった時に、ナターシャじゃなくて、
女性監督、女性プロデューサー様が来ていただいたんですけど、タチアーナ監督だ、はい、タチアーナ監督ですね。ターニャね、はい、ターニャはね、プロデューサーでもあって、はい、オレンブルクの映画祭も主催してるんです。え、そうなんですか。映画祭も主催されてらっしゃるんですか。頑張ってますよ。それもね、オレンブルグっていうあのチョコの映画祭なんですけれども、はいはい、そこに出てた2人、はい、メインの女優さんとか、はい、俳優さん、まあ友達なんですけど、はい、知りませんでしたからね。あ、そうだったんですか。じゃあ、Facebook で書いて送ったら、はい、なんて言ってましたから。じゃあご自身まだあの日本で上映されるっていうことをご存じない監督さんもいらっしゃるかもしれないということなんですね。かもしれないですね。はい、あのロシアから人が来るようになったのは去年ぐらいからですよね。それまではただ上映だけだったので、なかなかみんな知らなかったんですよ。何人だったかな。一昨年もあのセルゲイさんとあと8人ぐらい来てましたね。でもだんだん、うん、あの人数が増えてきてまして、うん、増えてんじゃないですかね。今年は15名あの映画関係者の方いらしていただくということになっております。うん、ただ私たちもどんな監督さんでどんな方なんだっていうのが、なかなか事前にあのトレーラーであるとか、その今回は日本側で字幕を、慶応大学のあのロシア語を専攻しておられる、守屋先生、守屋愛教授がチームを組んで日本語字幕も日本側でつけてまして、以前よりもどんな作品が来るかという、情報は入ってきてはいるんですけれども、それぞれどんな監督さんで日頃どんなあの活動されてるのかとか、なんかもう少しあのより知っていけたら、あのお客様も映画を楽しんであのご覧いただけるんじゃないかしらと思っておりまして、ぜひあの木下さんを通じていろいろ教えていただけたらなと思っております。ね、やっぱり、はい、そこがロシアと日本のね、はい、情報の少なさですよね。そうなんですよね。でも随分成長してくれました、はい、初年度なんかね、ひどいって言ったらあれですね、とてつもなくエキサイティングだったんですけど、私ポルトガルに行ってて、ポルトガルで映画上映があったんですけど、で連絡があって、うん、増山さん映画祭やるから手伝ってくださいっていうロシアの旅行会社からだったんですけれども、あの、はい、3週間後に、あ、2週間半後に映画祭をやるんだけれども、急にロシアの文化庁から予算が降りたから急に行くことになったけど、もう200人とかそのぐらいの規模のホール東京で借りれなくて、どうすればいいのっていう連絡があって、2週間半ぐらいでもう全部準備したみたいな感じだったんですよ。でも今年は1ヶ月前にチラシができて、そして日本側で字幕もつけるので、あの日本語の、あの女性言葉や男性言葉やいろんなニュアンスも含めて最高の字幕を今作っていただいている状態だと思うので、あのすごく進歩したロシア映画祭になるんじゃないかなと思います。まあまああれですよね、ロシアだったら普通ですよね、そのバタバタっていうか、はい、誰も焦りませんからね。そうなんですか。はい、あの木下さんはその映画やテレビの世界でも活躍をされてらっしゃるということなんですけれども、あのスパイゾルゲという、はい、ロシアでいう大河ドラマに当たるんでしょうか。大規模な、いやいやいや、大河ドラマっていうか、はい、大河ドラマじゃないですよ。ね、はい、大河っていうのはすごく長いわけですよね。はい、じゃなくて12話ですよ。12話の普通の連続ドラマ。あ、そうなんですか。じゃあ、はい、あのただ12話というとすごく本当にテレビシリーズでしっかりした作品になっていると思うんですけれども、その、はい、あのスパイゾルゲをテーマにした、ドラマがあったということなんですけれども、こちらの、うん、あの俳優さんのキャスティングや、うん、またご自身も、うん、あのメインキャストでレギュラーで、出演されていたということなんですけれども、あの現場の様子であるとか、はい、そのテレビドラマシリーズを作るときにどのぐらい前から準備をされて、あの、うん、どんな現場で、俳優さんがどうやって決まっていくかとか、もしあの裏話があったら教えていただけませんでしょうか。あ、はいはい、まあ、裏話というか、まあ、全部表話なんですけど、はい、あのいわゆるね、ゾルゲの場合に関して言うと、はい、最初のオーディションが2014年の7月にあったんですね。はい、でその時僕は、まあ、
日本人の役のオーディションを受けまして、はい、で監督さんはセルゲイ・ギンズブルクっていう、まあ、超巨匠なんですね、こっちの、はい、もう本当に普通の人でも名前を知ってるような監督さんなんですよ。優しいいい監督さんなんですけど、でまあじゃあ純介行くぞとで、はい、役が決まったわけなんです、そこで、はい、でその時に決まった役っていうのが、まあ、ゾルゲといえば尾崎穂積っていう映画でモックンがやった役ですよね、はい、で1ヶ月ぐらいして、実はちょっとお願いしたいことがあるんだけど、日本人の俳優さんを何人か紹介してくんないかと、はい、で僕に言われたんですね。あ、では分かりましたと、まあ、監督の頼みだったら僕は何でも聞きますんでって言うんで、日本にこう知り合いの事務所とかいろいろこうメールを送って、ビデオを作ってくださいと、オーディションなんですと、はい、そしたらオーディションを断られた事務所もありました。ああ、そういった形でビデオオーディションを行う。そうです、そうです。で、いい人は、はい、最初写真で見て、はい、この人この人って言われた人を、まあ、僕はそのビデオ作ってくださいってこう言うんですけど、はい、うちの俳優は、オーディションを受けるような俳優じゃありませんっていうふうに言われた、高B な大手芸能プロダクションもあったんですけど、はい、俳優さんはやっぱりやりたいじゃないですか、はい、で送ってくれるわけですよ、はい、送ってくれて、まあ、一応その見せた時に、はい、いろいろ決まった後に金融危機があったんです、経済制裁で。ありました、ロシアの中でですか。2014年の秋、そうです。でそれで一気に貨幣価値が半分にガーンと下がって、これ上海ロケだったんです、予定がね、はい、オール上海ロケでしたから、だからもうそれで全てがバーン飛んじゃったんです。そうだったんですか。でもね、誰も何とも思ってませんから、ああいやまあ仕方ないね、じゃあまたお金がね安定したらまたやろうねって言って、はい、そのままなってたんですよ。でそれでもうどうなるか分かんなくて、はい、僕もゾルゲのこと忘れてて、はい、そしたらね2016年の8月の頭ぐらいに、はい、いきなりですよ、試写会とかで監督とかよく顔を合わせたんですけど、はい、いや純介実はこれゾルゲやるかもしんないぞとか、やるかもしんないぞとか言ってるわけですよ、はい、9月からって言って、はい、8月ですよ。でその12話の連続ドラマをやるかもしんないぞとか言ってんのが8月で、9月からクランクインですから。そのテレビドラマってすごく前々から準備をしてというイメージがあるんですが、そういったテレビドラマでも1ヶ月前にやるかもしれないっていう、はい、まあ、特にそれは特殊だと思うんですよ。普通はそんなことないですから、もう1回全部キャスティングも決まってて1回飛んでスタートという、はいはい、まあ、背景がありましたから、はい、でそれでなんかね台本も全然変わったんです。そうだったんですか。政治色を、はい、なくして、はい、なるべく恋愛ものっていうかファンタジーものになった、もう完全にこう娯楽作品に変わったんですね、台本も。そしたら僕の役も全然違う役に、こっちでじゃあ面白くないからもっとこっちにするからっていうんで、監督さんが違う役にしてくれて、気遣って、はい、で分かりましたなんて言って、でもう一回じゃあ役も台本も変わったから、もう一回じゃあビデオ集めてくれって言われて、はい、あ、分かりましたって言うんで、こうで監督指名の有名な俳優さんも何人かいらっしゃったんですね、はい、この人なんとかなんないかと、ギャラもここまでで交渉してくんないかと、はい、でテレビ局に行って別枠でこれぐらいのギャラを用意するから、はい、なんとか頼めないかって言って、まあそれはまあちょっとスケジュールの予定でダメだった俳優さんとかがいて、はい、でまあそんな紆余曲折を経ながら、まあなんとかキャスティングして、はい、で監督も OK と、でまあそういう流れの中でまあ9月にクランクインっていう感じですかね。そうだったんですか。すごくハラハラされる、はい、交渉があったっていうことや、その2014年に一度その金融、クラッシュが起きたということで。そうです、ウクライナ危機の、ウクライナで戦争して周りから経済制裁を受けたんです、ロシアがね、はい、そこからもうガクンと下がりました。ですからギャラもね、2014年当時はドルとかユーロでもらってた作品もあったんですよ、はい、でもドルとかユーロだともう高いじゃないですか、貨幣価値が下がってますから、はい、まあ要するに経済制裁で貨幣価値を下げることで原油とかの輸出の
売り上げが上がらないようにしてるわけなんですね。だからそれでドルとかユーロでギャラがもらえなくなって、ルーブル、当時のルーブルと同じルーブルでまあもらってるんで、まあ、僕はロシアで生活してるんでルーブルでもらっても関係ないんですけど、はい、2014年の金融危機の前に一回呼んでた俳優さんがユーロとかドルでもらってたギャラの、はい、だから半分になってますから、ゾルゲは。日本から見たんですよ。日本から見たらギャラが半分になってるんです。普通の淡々としたお顔で教えてくれるんですけど、すごいことですよね。だから僕ね、はい、初めて、あ、これが経済制裁かっていうか、はい、あ、貨幣価値っていうのはこういうことを言うんだなっていうのがね、初めて分かりました。内側で、あの、木下さんはこういった国際的なドラマや映画に関わっておられるので、そのドルやユーロの価値が下がっと比べて、ルーブルが下がったことをのギャラで体感されることがあったと思うんですが、普通の暮らしをしているロシア人の方は特にあまり変わらないみたいな感じで、その間も あの日常が過ぎていくんです か変わります、変わります。例えば、はい、エビアンってあるじゃないですか、ペットボトル、はい、エビアンとか、あとなんだっけな、ああいうちょっといいミネラルウォーターとか、はい、あれ輸入してるわけですよ。そしたら1本急に500円とか600円になりますから。そうか、今まで200円とか250円だったのが2倍になる、一体バン上がってますから。なるほど、すごくリアルなお話ですね。それとかね、はい、飲食店とか、はい、表通りの飲食店とかは、はい、ユーロとかドルで家賃払ってるところがあったところはもう全部潰れました。ユーロやドルで家賃を払う、うん、飲食店、はい、だからドルとかユーロで契約してるところがあるんですよ。ああ、契約書の時にそうなってるといきなり家賃2倍ですもんね、はい、そうです、そうそうそう。だからもうバン、なるほど、もうバン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 で、ロシア人早いですから、日本人みたいに頭考えて粘らないですから、はい、ああ、はい、ダメだ、じゃあ来月終わり、はい終わりっ って急にもう店がバーンしまうんです。なるほど、まあ、そういうのはね、もう目の当たりにしましたね、はい、うーん、しかし、あと外国にお金を持ってる人は物に変えようっていうふうに考えが変わるんですね、はいはい、ルーブルで持ってると価値が減っちゃうからっていうことですか。そうです、安定しないからですよね、はい、だからポルシェ、メルセデスは、はい、売り上げが2倍になりました。ああ、なるほど、ルーブルで持ってるぐらいだったら価値が変わらないポルシェを買おうという発想になるんですね。あの、外貨を持ってる人はね、外貨を持ってる人はもうそれを使っちゃえっていうんで、はい、外貨で持ってたらっていうことですね。なるほど、はい、だからお金持ちだけです、はい、うーん、貧富の差がビューンとかって、はい、あと現場の数もピューンって半分に減りました。そうでしたか。すごくいろいろな体験をロシアでされてるんですが、あの、木下さんが ロシアに行かれたのはいつからだったんでしょうか。ね、2010年の4月12日から住み始めましたね、はい、2010年の4月。じゃあ今、ロシアに行かれて9年目ということなんでしょうか。来年の4月で10年、丸10年かな、はい、はい、最初にロシアに行かれた時からその俳優として活動されようということが、あの、強い目的であったんですか。いえ、当時僕東京で役者もやってましたし、監督をやり始めた頃で、はい、あともう一個並行して占いをやってたんですね、僕。はい、ホームページ拝見しました、はい、興味でね、こっちがね、カリスマ占い師でもう大ヒットしてて、はい、本当にバラエティ番組とか、はい、ああいう吉本さんとかにスカウトされたぐらい、はい、もうすごい出てたんですよ。ああ、木下さんはだから仕事は絶好調だったんです。そうだったんですか。はい、でもあの、たまたまこっちに部屋が空いてるので、はい、すいませんかって言われて、占いをもうなんかやめたかったんですね。やっぱり役者とかだけでやりたかったのに、なんか違うタレント業になっちゃってるなとか、はい、でお金ばっかり儲かるし、はい、だからこれちょっと違うなと思って、はい、ちょうどいい機会だったんで、もう、あ、じゃあ、はい、って言うんで、もうすぐ来たんです、ね、かっこいいな、行ってみたいな、お金ばっかり儲かるしってで違うことは、いやいや、これだからね、はい、もう満足感がないんですよ。満足感がないのにお金が入ってくるんですよ。なるほど。例えばバラエティ番組で1本、はいはい、あのゲストで出て占いでちょっと面白いこと言って、はい、吉本の人と絡んで、はい、だからやっぱり入ってくるギャラが、はい、映画とかドラマに出て例えば2週間3週間苦労したギャラより高かったりするんですよ。なるほど。1日行ってね、はい、でそれが毎日続いたりすると、はい、いやこれちょっと違うなっていうふうに、こうなんか
や、これ俺やりたかったことなのかなって思い始めたんですね。うん、なるほど。そこ でもね、今考えたら、そのままやっときゃよかったかなと思いますけどね。はい、でも今もう一度、占い師としても再ブレイクするかもしれないですけれども。いやいや、もうね、もうあんまりやりたくないっていうか、続けてればね、よかったですけど、はい、今はあんまり。なるほど。最初にロシアに行かれた時はまだロシア語も完璧ではないままだったとお聞きしたんですけれども、そういった中でどうしてロシアに行こうというふうに決めたんでしょうか。だからそういう感じで何かね、時間を切りたかったんです、自分の中で。はい。で、役者とか監督の仕事にもう専念したかったというか。はい。で、とにかくやっぱり芸能界の中で生きてましたから、日本の。はいはい、もう精神的にも消耗してましたし、はい、だからまあ一回なんか、だから別にロシアじゃなくてもよかったんですよ。はい、話があったのがロシアっていうだけで、はい、まあその前にもね、僕が最初に撮った映画をこっちの日本映画祭とかで上映してもらったりとか、はい、っていうのがあって、たまたまロシアがと縁があったのかもしれないんですけど、これがアメリカだったら多分アメリカだったし、はい、インドネシアだったらインドネシアだったかもしれないし、ちょっとわからないんですけどね。はい、なるほど。木下さんはその日本の、はい、芸能界の中でもバラエティで、大変売れっ子として占い師として活躍されたり、その中で日本の芸能界を内側からも見てこられたと思うんですけれども、今ロシアでそのテレビや映像の世界でご活躍される中で、日本の芸能界とロシアの芸能界とこういうところが違うなと思われる部分はありますでしょうか。そうですね、それが一番違うところだと思うんですけど、はい、ロシアに芸能界っていうのはないんですよね。その芸能界がないっていうちゃんとした意味が私が分かってないと思うんですが、どういった、そうなんです、そうなんです。だから僕も多分ね、日本にいる時に言われたら、はい、分からなかったんですよ。でもね、はい、芸能界と映画界、役者界、音楽界っていうのは実は本来別であるべきものなんですね。はい、ところが日本っていうのはみんなが一括りになって、はい、水着の女の子も、例えばスポーツ選手も、はい、テレビに出てる人は全員有名人芸能人という括りで、はい、売れた人がいい仕事をしていく、お金が儲かるという一つのシステムがありますよね。はい、だから人気とか、人気を人気、例えば人をどれだけ集められるか、はい、そこにお金が集まるっていう世界なんですね。はい、実力でのし上がっていくんだろうけれども、まあ、それとは違うもう一個のそういう芸能界という世界が日本はやっぱりあると思うんですよ。はい、ところがロシアの場合はそれがないんですね。そもそももうね、役者になるのに、はい、ブログでも詳しく書いてるのでぜひ皆さん読んでいただきたいんですけれども、はい、国立の演劇大学をきっちり卒業しないと役者になれないんですよ。なるほど。いや、皆さん、だからタレントはいないんです。ロシアの方々にお伺いすると、どこで学んだか、どういった先生についてるのか、うん、ということをすごく誇りを持って初対面の時では話されたりされますよね。うんうん、プロフィールなんかも、だから4年とか5年とか一括りで回るでしょ。はい、だから4年とか5年でこう先生がこうまた4年生卒業したらまた1年から来るわけですよ。はい、だからここでいい先生と出会ったらこう4年間いい先生と、で一生その人は自分のマスターなんですよ。マスターなんですよね、はい、何かあったら相談する。はい、でここでまたこう来ると。だから現場で同じ先生同士に出会ったこう人が出会ったり、ワゴンの中でね、出会ったりしてるのを目撃すると抱き合ってますよ。なるほど。はい、日本だとその先生、学校で教わる部分とこう社会の実際の現場で学ぶ部分と何か切り離されていたり、また演劇や映画の学校を卒業せず、こう芸術や映像の世界に入っている方も多いと思うんですが、そのロシアの場合は現役で大学やその学校で教えられている先生が現場でも現役で働いておられる方ということになるんでしょうか。現役で働いてたか、はい、もしくは現役バリバリで活躍した方です。だから日本でね、ああいう演劇学校とかで、はい、ちょっと教えたりされてる方って、はい、言い方が悪いんですけど、はい、
バイト代わりだったりとか、はい、ちょっとまああれだったりもするんですけど、こっちはそれじゃ先生やらせてくれませんから、はい、なるほど。これはバレエもそうです。でバレエとかでもしそういうスターじゃない人が教えるとしたならば、はい、必ず教師科を出てないといけないんです。そうなんですか、はい、なるほど。本当に皆さん教えるというところからすごく芸術に対してこうリスペクトの思いと尊敬の気持ちがそういった姿勢に表れてますよね、はい、そうですね。ですから大学を出てきちんと役者になる、はい、なってる人が少ないわけですよ。はい。モスクワで大手の演劇大学は4つ、はい、映画大学が1つ、はい、でサンクトペテルブルクに1つ、はい、だから都市部は6つなんですよ。ここを卒業しなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですか。ロシアあれだけ広くて。だから1学年役者なんか何クラスかある、20人ぐらいしかいないんですよ。そんなに少ないんですか。じゃあまずその大学に入るまでが、だからもうね、6月ぐらい、こっちって6月とかが試験期間なんですけど、はい、大学の前に行くともう1000人ぐらい並んでますから。そうなんですか。え、じゃあ倍率ものすごい高いんですね、はい、高い高い、すごいですよ。日本の芸大どころじゃないですね。はい、だから誰でもなれる、はい、なろうと思ったらね、なれる日本と、はい、そもそもなれないロシア、はい、だからもう役者です、役者になろうとしなくていいわけですよ。大学を卒業した時点に自分役者ですから。そうするとお仕事もちゃんと来るんですか。真面目にやってれば。そうなんですね。では日本の中だとこのまあ今忖度っていう言葉も流行ってますけど、スポンサーさんの顔色を見たりとか、何かその事務所の強いところには媚びとかなきゃとか、なんか悪口言っちゃいけないとか、いろんなそんなルールがあるっぽいんですけれども、そういったことはあまり考えずに学ぶ、演技をする、そういったところに集中して活動していけるという部分があるんでしょうか。そうです。ですから演技を磨くことイコール仕事が多いか少ないかなんです。はい。で、基本全部オーディションなんです。ああ、そうなんですか。ええ、はい、もう相当のスターにならない限り、はい、1本や2本連続ドラマでメイン張ったところで、はい、またオーディションですから。日本だともうその役が決まる前から、この売れっ子のタレントさんのどなたが誰々さんが出る月給ドラマがあるとか、何かまずその俳優、売れっ子俳優さんのスケジュールを抑えるところから始まったりしてますもんね、ま、なので、うん、作品に対してどなたが一番似合うのかとかいうことを現場でも売れてる売れていないに関わらずきちんと制作側が向き合ってるという部分があるんですね。そうです、そうです。ですから台本が、はい、まあ、ゾルギはちょっと特殊ですけど、はい、通常はだいたいメインキャストは2ヶ月前ぐらいにオーディションがあるんです。2ヶ月前のオーディションで売れっ子がそんなに時間取れますか。いやいや、別に売れっ子っていうか、その売れっ子っていう概念があんまりないんですよ。そうなんですか。ですから一応呼ぶわけですね。キャスティングディレクターの腕にもよるんですけど、はい、ギャラはこれぐらいでこの役で、はい、っていう、はい、で監督プロデューサーとも話をして、はい、まあ、それぞれ推しがありますから、はい、で3人ぐらい来るんですよ、はい、メインだったら1つの役に3人ぐらい、はい、だそこにまず入らないといけないんですよね、メインで活躍しようと思ったら、はい、だ僕だったらアジア系の顔してますから、はい、アジア系の人ってもうネイティブでもう山ほどいるんですよ、ロシアって実は。そうなんですか。そうです、もう日本人じゃないのっていう顔してる人っていうのはもう本当に道歩いてたら山ほどいますから、はい、だからそういうのが演劇大学を出て、しかもロシア語ネイティブでバリバリに来るやつと戦わなきゃいけないんですよね、はいはい、それはものすごい大変な戦いだと思うんですが、そういった中でレギュラーのお仕事や、はい、演劇や国際映画祭にも出されたりで出演されたり、ご自身の監督作品を出されたり、本当に活躍されてる木下さんは素晴らしい努力家でいらっしゃるんですね。いや、これはね、なんでそこで勝ち抜けたかっていうと、はい、日本の芸能界で逆説的なんですけど、はい、勝ち抜き方を知ってたからなんですね。だから日本の芸能界の勝ち抜きの方法を教えていただけますか。芸術家の彼らとの戦ったら、それはもう僕は勝つに決まってるわけですよ。ここでどうやったら勝つか、どうやったらいいのかっていうのは、はい、もう日本で鍛えられてますから、はい、
ロシアっていうのはもう監督に叱られるなんてことがまずない世界ですから。確かに私は国際映画祭の現場でしかまだちゃんと拝見してないですが、その録音部の方とかいつも結構偉そうですよね。自信持ってさそうそうみんなそんな感じそうなんですよね、はいはい、誰がなんか上なのかよく現場で分かんなくなるシーンが結構よくあって、みんな誇りを持ってお仕事されてるなっていう感じが、まあまあね、はい、これがね僕ね最初に驚いたことの一番なんです。現場でね、はい、そんなお前ごちゃごちゃ言ってたらプロデューサーは日本だったら、いやいやお前じゃなくったって同じぐらいの実力のやつはいっぱいいるんだよって言うでしょ。はい、でそれが一番日本人って怖いじゃないですか。はい、だからこれを言っていいのかな悪いのかな、ここまでどうかなこうかなって考えるじゃないですか。はい、ロシア人はバーンって全部いきますからね。はい、これ違うじゃん、バン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 、はい、録音部もガンガン行ってきますから。そうなんですね。まあ録音部だけじゃないですよ、例えば20歳ぐらいのこのカチンコやってる子ですら、はい、俊介って監督してても呼び捨てで、俊介これこうでしょとか言って、いやこうじゃないって言ってんじゃないかって言ってんのに、こうでしょとか平気で自分がそうしたかったら言ってきますし、はい、だからそういう中でやっぱりどうやって生き抜くか役を取るかを日本で鍛えられてたっていうのが多分僕が仕事ができた一つの理由だと思います。そのどうやって仕事を取れるかっていう、そこを一点教えていただけないですか。まず一番大事なのはもちろん、はい、演技ですよね、はい、言葉が僕は全く負けるわけじゃないですか、ネイティブに比べると。ああでも十分映像を拝見するとすごくロシア語ペラペラだなと思って見てたんですけど。いや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 、やっぱりその俳優さんの発音に比べたら、はい、やっぱりもう言われちゃいますから、そこはダメなんですね。それをじゃあいかにそれを何か自分なりのこう演技を出すか、日本人にしかない正確さですよね、はいはい、演技の。なるほど。だからご飯食べるシーンもこう近くでこう食べてるシーンと遠くから撮ってるシーン、アップとあれがあったら、はいはい、同じようにそれがつながるようにしっかり演技できるとか。ああそういった細かい映像的なテクニックであるとか、はい、そういった部分ですね、はい、それはもうロシア人はできませんから、はい、あそうなんですか。その、はい、細かいつなげたりとかいう発想があんまりないのかしら。ええ、うん、お前らが撮れと思ってますから。あそうなんですね。俺が最高の演技をするからそれをお前らが撮れっていうことなんですね。はい、はい、カメラじゃあ入ってないって言うならお前が動けっていう、みんなそういう考えですから。なるほど。だから僕なんかね、はい、若い頃に現場で、はい、例えば照明に半分だけ入ってくださいって言われて、はい、ちょっとこう入れなかったり暗くなったりしたら、はい、カメラマンから怒鳴られたんですよ。はい、こらーとか、もう東映のスタッフなんかもう本当に怖かったですから、死ねこらーとかいうぐらい言われたのが、こっちは、はい、あずれちゃったと思ってもカメラマンが、あジュンスケもう一回お願いしますみたいな感じですから。そうなんですね。監督もススッと来て、はい、ジュンスケ今の芝居良かったよって、はい、もうちょっとこっちで照明入ってくれって、これはこっちの問題だからみたいな感じですよ。なるほど、勉強になります。お時間の方がそろそろお芝居に近づいてきたんですけれども、ロシア映画ファン、もしくはこれからロシア映画やロシアの音楽など文化に興味持たれる日本人の方が、このラジオやネット中継を聞いていられる方が多いと思うんですが、そういった日本の皆さんに向けて何かメッセージを教えていただけないでしょうか。はい、まずなかなか日本でロシアの作品に触れることってないと思うんですけれども、はい、まあ、触れたら、ぜひね、まあ、ロシアっていうのはこういう感じなんだなっていうふうにこう想像してほしいんですね。まず最初に想像してほしいですし、はい、気に入ったらぜひ皆さん一度ねロシアに来ていただきたいと、はい、で俳優さんとかでもしロシアで活躍したいっていう人がもしいらっしゃいましたら、本当にね声をかけてほしいし、いろいろねロシア人に騙されるんだったらまず僕に声をかけてほしいですし、いろんな意味でこう、はい、日本人の横のつながりも作って、はい、もっと日本人で強くロシアで僕やっていきたいと思ってるので、はい、そういうね感じで、はい、ぜひ声をかけていただきたいなと思いますね。そしたら僕もしっかりこうサポートしながらみんなでやっていけると思います。ありがとうございます、
私も、私は、昔ね、役者はね、ちょびっとだけ舞台と映画でやったことあるんですが、何か次の、スパイゾルゲ続編とかあったら、もしよければ、いっぱいありますから、スパイものはね、たくさんあるんです。本こち当らでのすスパイか？ものとじゃあ、かみんな好きですから。私、動画をちょっと、少しのロシア語が喋れるようにと、動画でアピールっていうのもちょっとさせていただいて、もし何か機会があったら、私も参加させてください。いや、こちらこそ。はい。また、今回、日本シネマデイズで、日本の著名な、女優さん、俳優さん、監督さん、参加していただいたんですけど、そういった方々も、できたら今後、ロシアの映画や演劇、テレビ界で活躍されたいという声がありますので、また、木下さんが、コーディネートされるテレビや映画のお仕事ありましたら、もしよければ、話を振っていただけたら、今回、ロシアとご縁ができた俳優さんたちにもお声掛けできるかなと思うので、いろいろ教えてください。ぜひよろしくお願いします。はこちい。らこそ。よろしくお願いいたします。はい。では、本日のゲストは、俳優、そして監督としてロシアで活躍をされておられます、木下純介さんでした。木下さん、誠に、ありがとうございました。ご清聴いたあだりがきとうございまましてあた。りがとうございました。また来週この時間にお会いいたしましょう。どうも、失さ礼よいなたしら。ます。はい。というわけで、これでラジオの方は大丈夫ですね。ちょっとオーバーした了解しま分をす。何わかりかましちょった。とカットすれば30分なんで大丈夫です。で、皆了さ解しん、ました。ネットの方も、こう、私のフェイスブックで、いただいてるんですが、木下さんの、顔の動画が入ったバージョンを、後日ですね、多分今日か明日かな、あさってかな、YouTube の方でアップさせていただきますので、ぜひ皆さん、ありがとうございます。ありがとうございますね。もしよろしければ、これに懲りず、また時々レギュラーで、ご出演いただきまして、最新のロシア情報であるとか、また日本にこれだけ言っときたいみたいなことがあれば、そういった話でも、これでかすらね、も。質問とかもしいただきたいですね、あればね。そうですね。本日、あと恋愛事情とか、役者とかあれじゃなくて、恋愛事情とか、お金の事情とか、みんな、実際はみんなどういう生活してんのかとか、どこに住んでんのかとか、どんな感じの家に住んでんのかとか、なんか、そういうのがね、こう、紹介したいですね。フリーの日本人がもう極めて少ないですから。そうですね。なかなかよく、パックンっていう人がよく NHK の BS のこの、ニュースで、最新の入浴事情みたいなのは出てるんですけど、日本語でそれ喋ってるんだけど、ロシアのことについて、こう定期的にそうやって発信してくれる方って、今まであんまり私が不勉強なだけかもしれないんですが、パッと思い当たらないんですよね。ないのないでで、すよ。そのロシアって気持ち的に遠いみたいな、2時間半でウラジオストック行けるのに、なんかすごく遠いみたいな印象があって、それをちょっとね、変えていきたいなということがありまして、ですので、またぜひいろいろ教えてください。こちらこそ、そんなことで、名古屋、そんなこ気をとつけで、て行ってくインださい。ターネットで見ていただいた皆さんも、これから木下さん、質問があれば、また次回答えてくださるということですので、こちらに質問、コメントで書いてくださいね。お願いします。じゃあ、インターネットの方もこちらで、あと明日、名古屋で上映会があるから見てきてくださいね。どうもです。ありがとうございました。OK! よかった。じゃあ、こちらで一旦、こちらのスカイプの方も止めまして。はい。じゃあ、録音。